こんにちは、新色系 VTuber の八代真白です。どうぞよろしくお願いいたします。質問来てました。神社のお賽銭箱は音が鳴るようにできてるから、小銭投げて音がたくさん大きくなるようにできているってあるテレビで言っていて、ある人はお賽銭は静かに入れないと神様にすごく失礼、静かに入れるようにってテレビで言っていて、どっちが正しいの？答え、どっちでも OK。 いやね、真逆のことをテレビで言われたらわからないですよね。でもね、投げて入れても静かに入れてもどっちも正解なんですよ。なんでかっていうのをこれから説明しますね。さて、こちらが今回の目次でございます。全然関係ないですけれど、アジェンダとかレジュメとかビジネスの横文字ってすごい難しいですよね。私おばあちゃんですから、 VTuber の配信で横文字出ちゃうとちょっとね、恥ずかしながらこっそり調べちゃうんですよ。新職だとビジネスの横文字そんなに使わないので。さて、じゃあまずはこの目次の通り、お賽銭のルーツからお話しいたしますね。お賽銭のルーツ、古くは神前に米をまく三枚という行為、そしてお供え、特にお米を紙に包んで供えるおひねりという行為を行っておりました。この2つの行為、同じ米を供えているという点では同じなんですけれど、微妙に意味合いが違いまして、まず三枚、これは払いの時に米を打ちまく儀式がございます。もうね、投げ打つんですよ、お米を。それでもって払えとするんでございます。あら、投げるだなんてお下品ざますねって思いますか？でもそれって現代の価値観でございますよね。持っているものを破壊する、打ち捨てるということで払いをするということもございます。日本神話で読みに行って帰ってきたイザナギの御事が、もう汚いところに行ったからお払いしなくっちゃって言って、何をしたかと言いますと、つくしのひむかの立花のおどのあはぎはらというところで身につけているものをすべて投げ捨てました。もうね、きちんとスッスッとも丁寧に外すんじゃなくて、ふんと投げ捨てるわけでございます。その後に水に入ってみそぎをするんでございますが、この投げ捨てるところも含めてお払いなんですよ。また払いの時に罪汚れの代償として差し出すものをあがものと言います。また別にお払いの意味を込めたものではなくても、参ずることで神前に献上するということもございました。何かをまくことでお供えするやり方を参具と言いまして、三枚は米なんですけれど、参具はまあお米も含めました。それこそお金だったり豆とかいろいろまいて供える行為全般のことを指しますね。んで、おひねり、お米を紙で包んでお供えしていたものなんですけれど、神前に献上するもの全般というような広い意味にもなっていきました。このおひねりは別に投げたりはしないですね。で、そして中世に貨幣経済が広まって、お米からお金に変わって参戦となったというわけでございます。で、そのお金が散らばるので箱を用意したっていうのがお賽銭箱の流れでございますね。この頃はまだ参戦と賽銭はそれぞれ別の意味でございまして、賽銭は祈願が成就した時、つまりお礼参りの時に神様に捧げた金銭のことを指しておりました。それが後世に至りまして、参銭と賽銭が同一視されるようになって、今日では数形の表現として献上する金銭という意味になりました。これがお賽銭の大まかな流れでございます。ここまで聞いてくださった方はもうね、気づいてると思うんですけれど、なぜお賽銭を投げるべき、もしくは静かに備えるべきと意見が分かれるのかと言いますと、そのマナーを説いてる人がお賽銭を献上品として見ているか、はたまた贖物として見ているのかによって分けられるからなんです。お賽銭をお供え物、捧げ物、献上品と考えていらっしゃる方でしたら、もう捧げ物なんだから静かにお供えしなさいって言いますし、それこそお払いの一種、厄落としの意味合いを考えているっていう人だったら投げろって言うでしょうね。もうその違いでございます。そしてもうお気づきかと思うんですけれど、私がどっちでも OK と答えた意味でございますけれど、
そう、もう投げて入れるのも静かに入れるのもどちらも正解なんでございますよ。はい、というわけでお賽銭の入れ方でございました。みんなわかったかな。質問の文章にある音を鳴らすためっていうのは私聞いたことはないですね。まあ、もしご存知の方いらっしゃったら文献とともに教えていただければ大変助かります。また今回お賽銭の流れをご説明いたしましたけれど、別にこれを知ったところでね、明日から賽銭の入れ方が変わるってことはまあないかと思います。だってもう両方正解でございますから。ただね、投げて入れるなんて失礼とか、いやお賽銭は投げてこそだろうとか、片方だけが正解という認識を崩せていたのなら幸いです。こういうのって諸説ありますからね。その地域に伝わる伝統的なお供えのやり方もあったりしますし、それとは別に三銭と賽銭同一視なんせす、なななな、なななな、メガネクイスタンバイって人もいます。まあ、でもこういう議論はね、基礎をしっかり学んでる人同士だからこそできる議論なので、一般の人はそこまで突っ込まなくてもいいと思いますよ。もしね、やっべーお賽銭投げたら神様に対して失礼だよとか言っちゃってたよあちゃーって人がもしいらっしゃいましたらね、うん、でもね、私に会えたじゃないですか。言ってしまった言葉はもうしまいませんけれど、間違いだったと気づいたのならきちんと心で受け止めて、もう2回目はしないようにすれば良いのでございますよ。神社って奥が深いでしょう。これからもね、一緒に勉強していきましょうね。そして最後、私すごく嫌なことを言いますね。スピリチュアリスト様、占い師様、マナー講師様、払い屋様、その他神社のマナーを広く流布されているというご職業の方々の中で、その中で賽銭を投げる派に対して当たりが強い方々に申し上げます。素人は黙っとれ。てなわけで、また見てくださいね。バイバーイ。